今日の試合を振り返っていかがですか。まあ、やっぱ前半ゼロで帰ってこようっていう戦い方をしようって中で、やっぱまだ回数を増してしまったのはやっぱ改善の余地があると思いますし、まあ、でもそこでやっぱゴールで追いつけたところはまた一歩進歩したところかなと、あと2点3点踏ん張れなかったところはまだまだ僕たちの弱さが全然出てるかなと思います。次節への意気込みを教えてください。もうやっぱりもっと思い切って、もうこれだけ負けててもやっぱこう下向いてしまうと思うんで、そこを頑張ってみんなで前向いて、もう次見てしっかり反省して修正して戦っていきたいなと思います。ありがとうございました。